食べて痩せるローソンのおやつトップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきますね。とっても大事ですよ。ダイエット中でもおやつって食べたいじゃないですか。その時に選ぶポイントが分かるとあなたは安心して食べることができます。では痩せるポイント1つ目です。このおやつを召し上がるとあなたの腸内環境が整います。とても大事ですよ。やはり痩せるためにはあなたの腸内環境がもう鍵なわけですよね。太る腸内環境なのか、また逆に痩せる腸内環境なのか、もうここで分かれ道なわけです。ですからどちらに行きたいですかっていうことですよね。もちろん痩せる方に行きたいわけです。ですからまずは腸内環境が整う食材を日頃から召し上がっていますかっていうことがとってでもね大事なんです。お食事もそうですが、やはりおやつを食べる時でさえもですね、この腸内環境が整う食材かなっていうのをチェックするのがとっても大事なんですよね。そうすればあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが増えて、そして元気に動いてくれて、いつまでもあなたの腸内でですね暮らしてくれるという、こういったこの共存する環境をあなたが手に入れることができたら、あなたは健康的でも本当にね綺麗に痩せることができますし、リバウンドもなしです。なぜかというと腸内環境が整っているからなんですよ。では2つ目です。無添加であること、もうこれとっても大事ですよ。あの市販のおやつというのはですね、もう添加物がたっぷり入っています。こういったものを召し上がってしまうとあなたの腸、また肝臓がすごく負担がかかってしまって、もうどんどん太ってしまうんですよね。でその無添加っていうのはこういったものが入っていないものです。例えば化学調味料、香料、人工甘味料、合成着色料などなど、こういったものが入っていないもの、入っていないおやつが無添加の痩せるおやつですよってことになるんです。では2つ目の項目です。何をということで、今回何を注意すれば痩せるおやつなのかというその選ぶポイントをもっと詳しくあなたにねお伝えしていきたいと思います。そのことであなたがちゃんとですね、こう痩せるおやつをこう選ぶ目がつくかどうかって決まりますから、ぜひここ覚えてくださいね。まずはそのおやつを買う時のこの裏の原材料名をチェックしてもらいたいです。もう私も必ずねチェックするんですよ。お買い物行くともういちいち手に取ってそのものの原材料名をチェックして、こういったものが入ってないかなってね必ず見るんです。なのでもうすごくねお買い物実はね時間かかりますよ。もう1回か見ますからね。でもやっぱりそれだけ大事だなと思ってるから、もう毎回そうしてます。でその原材料名には化学調味料が入ってますよなんてもう一切書いていません。その代わり何て書いてあるかと言いますと、こちらです。調味料をカッコアミノ酸などと書いてあるものが実は化学調味料ですから、気をつけてくださいね。でよく私のそのダイエットをサポートしているクライアントの方からもね、もういろいろお話聞くことがあるんですけれども、もう先生ってこの調味料カッコアミノ酸が入ってないおやつってあんまりなくないですかって、もう私今までこんなにねアミノ酸調味料、アミノ酸など化学調味料が入っていたのを食べてたなんてもう知りませんでしたって、ショックですって、もうどれだけ食べてたんだ私ってねおっしゃる方多いんですよね。でも納得です。もうそれほどこの化学調味料入ってますから
あなたも今から選ぶおやつはですね、もし今までご存知なかったとしたら、もうとにかくこれが入っていないものを選びましょうね。もうこれはね、グルタミン酸ナトリウムのことです。でこれを取り続けた結果、疾患、まあ、要は病気になるんですよね。アルツハイマーであったり、頭痛とかうつ病とかもそういった結果も出てますから、もうこれを取るのをやめていただきたいなって思います。でまた腸や肝臓などに負担をかけることで、結果あなたが食べたものが消化吸収できなくなっていくんですよね。そうするとどんなことが起こるかっていうと、栄養不足になるんですよ。ビタミンやミネラルが取れない。そうなっていくと、あなたのホルモンを作る材料がなくなってしまうんですよね。そうするとどんなことが起こるかっていうと太るんですよ。なぜかというと、あなたの味覚をコントロールしてくれるホルモンが作ることができない。でまた体重をコントロールするホルモンが作ることができないってなっていくと、もうバランスを崩してしまって、結果太っているんですよということになるんです。なのでもしかしたらあなたが太っている原因はこの化学調味料の摂りすぎかもしれないですよ。そしてもう一つあります。化学調味料も良くないんですけれども、こちら人工甘味料を取るのもすごく良くないんですよ。何が良くないって太るんですよね。例えば糖質ゼロとかノンシュガーとかカロリーゼロとか書いてあるのに甘いお菓子ってないですか？そういったのが逆に太るってご存知ですか？カロリーだけに目を向けていてはね、痩せることってできないんですよ。カロリーさえ低ければ痩せるんだって思って食べてしまうのは落とし穴になります。もうそれがかえってあなたの太ってる原因だったんだっていうのをですね、ここで知ることであなたはダイエット成功させることができますから、ここちょっとチェックしていきましょうね。甘いのにカロリーが少ないとかゼロっていうのはおかしいんですよ。そもそもなぜかというと、甘いものを食べたのにカロリーが取れてないってね、脳が分かってしまう。これバレバレなんですよ。もう脳がね、そんなことね放っておくわけないんですよね。脳がね、あれおかしいな、こんなに甘いものこの人食べてるのになんでカロリー取れてないんだって思うわけです。でそこで脳が何をするかっていうと、もっと甘いものを食べなさい、そしてカロリーをしっかり補ってくださいってね、あなたに命令してるんですよ。もうこれはね、あなたが悪いんじゃなくって、やっぱ脳があなたに食べろ食べろってね命令されていたっていうこと、あなたは実は裏でねコントロールされていたということなんですよね。怖いですよね。じゃあどうすればいいかっていうと、こういった人工甘味料はやっぱ取らない方がいいわけです。ますますその甘いものが食べたくなってしまうわけですが、逆効果なわけですよね。よくないわけです。なので自然の甘味料です。例えば蜂蜜だったりとか、メープルシュガーだったりとか、まあ、例えばお砂糖の中で言えばミネラルが豊富な黒砂糖とかですね、そういったものの方がいいわけです。なのでそういったものを使ってあるおやつを選びましょうねっていうことになります。ではいよいよ3つ目の項目です。どのようにということで、今回私が選んだのはコンビニのローソンさんで扱っていらっしゃる痩せるおやつトップ3ということで、あなたにランキング形式でお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。ローソンの一口きなこ玉になります。きなこたっぷり柔らか食感です。ということで早速開けてちょっと失礼して食べていきたいと思います。もう私実は今までも別動画痩せるおやつということで、このきなこを使ったおやつねご紹介してるんですよね。例えばきなこねじりとか、きなこ玉、まあ、無印さんとかカルディさんとかもご紹介してますから、参考にしてみてください。で今回はこのローソンのですね、きなこ一口きなこ玉っていうのは1袋 60g あたりエネルギーが 226kcal で、タンパク質が豊富で 11.2g で、脂質が 6.5g で、糖質がやっぱりね高めです。28.1g でも食物繊維が取れちゃうんですよ。 5.1g も入っています。そして原材料名はきなこ、もちろん遺伝子組み換えではないきなこと水飴、砂糖、加工黒糖のみで作ってくださっています。ではと食べてみましょう。もうね、開けた瞬間きなこの香りがいいんですよね。で見た目はですね、きなこねじりと違ってきなこ玉なので可愛いんです。なのでこう結構食べ過ぎ防止にもなるかなと思います。もうこれ美味しすぎて私もね調子乗って食べてしまうことあります。
これぐらい、ちっちゃいぐらいですね。いただきます。私いろいろきなこ玉食べてきてるんですけど、甘さ控えめです。しかも柔らかくて、もうサイズも可愛いので、そうですね、もうこのきなこ、まあ、大豆製品ですから、もうすごく痩せ効果あるんですけども、食べ過ぎるとちょっとカロリー糖質オーバーだから気をつけてくださいね。こちらきなこの痩せ効果についてお伝えしていきます。まずもう大豆製品の中で最も食物繊維が多いのがきな粉なんですね。実は大さじ1杯で 2.7g も食物繊維が取れてしまうという優れものなんです。この 2.7g って結構ね、これ多い数なんですよ。そして高タンパク質なんですね。たったの大さじ2杯でなんと 10g もタンパク質取れてしまうんですね。この 10g って一食に摂るタンパク質量の必要量の半分も摂れてしまうんですよね。だいたい 20g って言われてますから、もうこのきな粉大さじ2杯食べるだけで 10g も摂れてしまうんですよね。食事の半分の量のタンパク質をここでしっかり摂れるわけです。ですが普段のおやつでもこのようにきな粉を使うとおやつを召し上がることで、あなたは痩せ効果のあるこの大豆製品、しかもきな粉、タンパク質、食物繊維取れますから、時々こういったきなこ玉もあなたのおやつのレパートリーに選んでいただけるといいと思います。続いて第2位はこちらです。ローソンの香ばしアーモンド&マカダミアになります。コクのある風味豊かな味わいです。ということで、私は普段あのナッツおやつにねいただくこと本当多いんですけれども、あの素焼きのナッツが多いんですよね。要するにこう無添加です。何にも食塩とかオイルとかがこう不使用のナッツも好きなんですけれども、今回こちらローソンさんの香ばしアーモンド&マカダミアはですね、オリーブオイルと食塩で味付けしてくださっています。あのたまにはねちょっと塩気のものも欲しいじゃないですか。で特にあのよく一般にあるナッツで使われているオイルってよくないんですよ。あの太るね植物油脂とかね、あのよくないんですよ。あのトランス脂肪酸っていう別名食べるプラスチックって呼ばれるこう体に悪いオイルが使ってあるのがほとんどなんですが、こちらは腸内環境を整えてくれる、もう便秘改善効果の高いこのオリーブオイルを使ってくださっていますし、あのこれからちょっとこう暑い季節になっていきますよね。そういった時にもやっぱりちょっとやっぱりね、あの食塩、塩分を取らないと熱中症になったりとかですねしますから、そういった時にも少し食塩が入ってた方が良いかなと思ってあなたのために選んできました。ちょっと開けてみますね。1袋あたりが 37g です。でエネルギーが 245kcal で、タンパク質が 6.2g、 脂質が 22.1g ですね。そして炭水化物が 7.0 で、糖質はなんと低めです。3.6g しかありません。で食物繊維が豊富、 3.4g 取れちゃいます。でこちらですね、ナッツの効果なんですけれども、あのナッツって低糖質、要はロカボ食品なんですよね。ダイエット向けなわけです。で今はそのカロリーを気にするのも大事なんですけれども、どちらかというとこの糖質を取ることの方が気をつけましょう、太るんですよっていうのがもう主流ですよね。なのでロカボ食品としてはこちらナッツすごくおすすめ。しかもナッツというのは脂肪燃焼効果が高いですし、代謝も上がって悪玉コレステロールも減らしてくれたり、しかも栄養価が高いんですよね。もうビタミン、ミネラルいっぱい入ってますから、ナッツをおやつとして召し上がるのもすごくおすすめです。では開けてみたいんですが、なかなかちょっと待ってくださいね、開かない、よいしょよいしょ、はい、 OK、 開きました。あ、やっぱり味付けがしてありますから、素焼きのナッツとは香りが、うん、違いますね。ちょっと出してみましょうね。
よいしょよいしょ。まずアーモンドですね。いただきます。うん、ちょうどいい塩加減ですよ。じゃあマカダミアもいただきます。うん、うん、おいしい。もうナッツってやめられない、止まらない、なりませんか。これはね、おいしすぎて多分気がつくと全部食べちゃうと思うんですけど、私だったら。でも私は一緒に食べることはしないようにしてます。やっぱりもうこれだけ食べるって決めても、最初にね小鉢などに移してしまうのがいいですよね。なので大体ナッツもどんなに多くても、やはり大卒の方でしたら10粒程度までに抑えていただくといいと思います。では堂々の第1位はこちらです。ビネガー香る大豆チップスになります。大豆とほうれん草入りのノンフライチップスになっています。でプロテインが 12.1g、 糖質が 5.3g ということで、ここもロカボのマークがついています。低糖質なわけですよね。裏を見てみましょう。ビネガー香る大豆チップスの原材料名のところなんですけども、大豆かっこ遺伝子組み換えではないものを使ってくださっています。あと米油と粉末の酢、天才糖、食塩、昆布エキス、酵母エキス、クロレラ粉末、ほうれん草粉末ということで、無添加のおやつですよね。でこだわりのポイントということで、一袋食べても気になる糖質がたったの 5.3g、まあ、ロカボおやつなんですよね。ナッツと一緒ですよね。でまた動物性の原料を使っていないプラントベース、まあ、プラントですか、まあ、植物ですよね、の由来のチップスで、不足しがちななんと食物繊維が 5.1g も取れてしまうということで、一袋摂取できますなんです。でまず一袋が 30g 入っていまして、エネルギーがやっぱり今までのおやつは一番低くて 120kcal です。でタンパク質が 12.1g、 脂質が 4.5g、 炭水化物のうちの糖質が 5.3、 食物繊維が 5.1g なんですね。なので今回選んだこのおやつのそのランキングの選んだ私のポイントっていうのは、やはりカロリーと糖質量がいかに低いかという観点から選んでみました。でまたですね、これは大豆製品ですよ。大豆チップスなので、でこの大豆製品というのが腸内環境が整って、私たち女性には嬉しい女性ホルモンと似た働きをしてくれる、脂肪燃焼効果であったり、悪玉コレステロールを抑えてくれたり、代謝を上げてくれたり、そういったホルモンと似た働きをするイソフラボンも取れちゃうんですよね。でまた食物繊維が豊富なので、腸内環境がすっきり、お腹すっきりなりますし、高タンパク質です。やはり痩せるためにはタンパク質がとっても大事ですよね。代謝を上げるためにはタンパク質が必要ですから、燃えやすい体になる。そして大豆オリゴ糖が入っていますから、善玉菌、痩せ菌たちが喜ぶ元になるわけですよね。でまたコレステロール値も抑えてくれちゃうっていう、この大豆を使ったチップス、開けてみましょう。さあ、あなたはいかがでしょうか。召し上がったことありますか。まだない方はぜひ一度召し上がってみてくださいね。おお、お酢の香りがすごいですよ。でこんなに薄っぺらい、軽いですね。ちょっといただきます。うん、うん、うわ、おいしい。昔のからのおやつで、スコンブってありますよね。スコンブ、あんな感じのサクサクバージョンって感じですね。わあ、これは美味しい。多分ね、一回開けると一袋ペロって食べちゃうと思うので、もしもこれを全部一袋食べるっていう方は、もう本当食事の一部として、まあ、おかずみたいな感じでですね、間食というよりは、これまあ本当お皿に移していただいて、
おかずなんだと思って召し上がっていただくといいかと思います。それくらい美味しいです。これはですね、ぜひ召し上がってみてくださいね。本当にね、大卒の方はやっぱり一気に食べてしまうと良くないので、まあ、大体 2,3 回に分けてちょっと欲しいなっていうそのね、口寂しい時に召し上がると良いと思いますよ。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せるおやつトップ3ということでローソンさんで選んできました。ぜひあなたも召し上がっていただいて、私までコメントや LINE からですねメッセージいただけますととっても嬉しいです。ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。